え冒頭お,お約束でお話しさせてもらったこの今僕のこういう状態を作ってくれてるのはこのシステムでありシステムってこの背景でありさっきのシステムになります。えー、これだけのねいっぱい皆さんに説明したいろんなビジネスすべてこのさっきお話しした仕組みが原動力というかもう設計図です。全ビジネスと同じですだから いろんな業種業界で僕がそれを使えるのは人間のここが変わってないからです今,今この会社はここが弱いなって分かったらここにその要素を入れるし今この会社はここが弱いなと思ったらここに入れるしでちなみに一番ラッキーなのがここの場合ですねすぐに利益上がるからですねガンガン儲けますここの場合っていうような感じで僕はこの辺を勝手にやってくれてこの辺で一緒にお仕事したいなと思ってます <laughs> 正直率直にね、えー、っていうのはこの辺はやっぱりね あのやっぱり収益性が低いんですよねどうしても収益性が低いですよねけどこの辺はすごい収益性が高いから投資もできるのでこの辺をもっと伸ばしていきたいなっていう時とかに一緒に協力することができたらいいなというふうに思っています、えー、いろんなビジネスをからくり全てお伝えしましまた、えー、僕がなぜこういういろんなビジネスをやれてるかっていうともう今日話した内容だからです これね、もうこれをどう使うかだけそして皆さんの手元に今日特典としてお渡ししている月刊くスのセはこれを使ってこのビジネスモデルに当てはめてどう使っているかのまさしくケーススタディえー、実際の数字が手元にあるとなのでそれを真似して使ってもいいし誕生日 DM とかサプライズの DM とかあーよく出てきますしチラシもどういうふうにしてるかとか、えー、魅力的な自己紹介なんかもあったりします呼び戻しの DM もあるとおそんなあ感じ ですなのでこのシステムをぜひ皆さんのビジネスでやってほしいな使ってほしいなと